よし。明日の配信の時間に決めなきゃだな。明日は朝は一緒で1時から1時半。昼を12時からにしたいんだよね。12時半まで。夜が21時からだったらできるかな。あとそれ以降のやつを考えなきゃな。10分、1時間半だから残り1時間。どうしようかな。明日10時。何時間？ちょっと15分前にしてほしい。何時間あったら3周できるんだっけ？何時間だった？明日は今日とだいぶ違うので、開始と開始の時間が3時間か。3時間、ここ10時。 OK、 ありがとう。ここかな。今日は全部30分にしようかな。枠最後は23時にしたいから、1、2、3、4、2時間。まあどうしよう。お昼は12時半までできて、夜は21時からかな。いや待って、合間できそうって思ってたんだ。合間15時50分から。6、21、2、あと1枠でいいのか。どうしようかな。夜多めがいいよね。1時間半、22時10分。どうしようかな。ちょっと待って、22時。どうしようかな。明日朝は7時から7時半で、昼12時から12時半で、どっちを入れるかなんだよな。夕方、あ、違う、うん、いや合ってるか。ここがどっちかか。で夜が21時から21時半、1、2、3、4、5、で22時10分から22時40分、23時20分から23時50分で、あと30分を10時
10時からか10時からにするか15時50分間に入れるかどっちに入れるか。どっちがいいかな。15時50分15時台だったら15時50分から16時20分10時台だったら10時から10時半午前中ね。これどっちがいいかな。15時台できると思うけど思うけどって感じだから、一応10時からにしといた方がいいのかな。もしできなかったらあれかな。夜がいいの。夜はね21時からしかできないから多分これがあれだね今のかな。もしかしてレッスンが落ちちゃったらってこと考えたら10時からやった方がいいのかなってことを考えたら時間が、じゃあ10時からにしとこうかな。一応もし時間が変わったらダメだしね。10時が無理だ。10時はできないんだ10時はできない。この時間しかできないんだよね。この時間しかできない。入れる15時で10時は無理できない。そうしようか。夜これでいいかな。夜は21時からしかできなくって、21時から21時半か。夜は21時からだったら絶対できると思う。余裕を持って21時にしてるか。夜は21時から21時半で、22時10分から22時40分で、23時20分から23時50分微妙かな。あんま開かないから どう思う。夜午前中ともこれで大丈夫だけど、夜いいかな。21時からしかできない。じゃあこれか。20時半からは厳しい。間に合うかが微妙、わかんないから一応21時で間に合うかもだけど、ちょっとわかんない、微妙な感じだから。10時半、めっちゃ微妙だなって感じ。わかんない、間に合う気もするけど、めっちゃギリギリに帰ってくる可能性があるから、余裕持って21時がいいかなと思って。21時で21時にしとこうかな。これでいっか。明日はじゃあ朝7時から7時半で。これどうですか。とかよし、これで OK。 朝は7時から10分しか寝るね。あー、どの時間にしようかな。
でも夜の方がいいかな。夜今回頭巻かなし、あれ作るか。21時からだったらさすがに終わるでしょ。21時からしてたらあの屋台のやつ、チーク菓子の終わるでしょきっと終わると信じてそれやろっかな。それは私ですきっと終わるはず。チーク菓子意外と時間かかるんだよな、配信でやろうとすると。ぬるぬるぬるの優しいにしよう。仮の予定、仮の予定ね、ちょっと字があれ適当に書きすぎ。7時から7時半、朝は一緒で、で10時から10時半で、12時から12時30分、21時から21時30分、22時10分から22時40分、23時20分から23時50分ですね。それで朝は一緒でも、あのお昼の配信、お昼の配信が15分早まるのと、お昼の配信の合間に一枠増えるかな。下は6枠。今日のマークとか書いていきますね。あ、やばい、失敗した。これ切るの、いや、今書いたら分かりやすいかな。書いて見せたら、ちょっと待って、あ、下手くそ。によってはね、あともう少し、もうこれが今日これ最初最後の枠だからさ、明日は明日、あと明後日で終わり。朝は7時から10時半で、10時から10時半時から下は12時ぴったりスタートでだね。12時10分から、22時20分で、最後の枠は今日と一緒時間。この配信スケジュール曲か、あ、テープではめてないよ、持ってないわ、3枚テープで。
明日の配信時間これで、また後で画像作る。明日はこれですね。明日はこっちで合ってるよね時間。12時のさ、12時からのところも捨て星書いておいた方がいいよね、時間画像。10時、7時、朝のやつ、あ、夕方のやつも違う、夕方じゃない、夕方ないわ。21時からまでの書いておけばいいのか。10時45分前だ。15分だね。これ終わったら張り替えとこう。明日のやつ12時の間がいてないから捨て干しできないかね。あ、じゃあ12時からのはいらないか。7時10時21時のとこに帰っておけばいいか、捨て干し。あー、12時から確かに。じゃあ帰っておけばいいか、この21時までのやつ帰っておけばいいか。そうしよう。このイベントいつもやつ、このイベントはあさってまでですね。あさってが最終日。あさってで終わりです。イベント予選は、イベントはまだあるけど、予選はこれで終わりかな。2回目の予選はあさってで終わり。ね、なんとかにキープしたいね。決勝は11月下旬から12月上旬って書いてた。詳しい日程は知らないです。イベントは、そう、イベントはね、長いんだよ。予選、この2回目の予選はあさってで終わり。え、2位までが決勝に行けるんで、この順位キープで終わりたいね、最後。あ、そう、あの2位以内に入って、違う、3位？ん？2位ないか？ 2 位ないか。だって乗れるのは、ちょっと、あ、残しちゃった。あ、掲載だけなら予選さ、びっくりした。掲載？予選は通過できないけど、最後まではいけるのか、乗れるのは。いや、でも私は決勝に行きたいので、
見えないで、見えないで、狙ってだね。1位になりたい、まあね、それはね、1位になりたいけど、もちろん。決勝は上位3位だね。上位3位が最終的なオーディションに進める。決勝は予選通過できるのは2位以内だけど、決勝は3位。じゃあ何出たら、ひなこ出た。ひなこ出た。そう、化粧さん今まで。ミスターはチーク菓子。屋台のやつ。この間買った屋台。なんかリンゴ飴とか。トウモロコシ、駅トウモロコシとか。あとなんだっけな。チョコバナナとかあった。決勝もイベント期間一緒が、決勝ちょっとねまだ分かんないんだよね。出てなくて私も知らないよ。あつなんねるねるねるねは最終日作るわ。明日は。夜の配信で21時からの作る。21時からでも絶対に一枠じゃ終わんないからこれ。配信でやってたら結構時間かかるんだよな。何枠かと分けてやります。最終日23時59分、いや最終日はね早かったはず。いつも通りな感じだったと思う。19時59分かなと。いつも最終日早いんだよね。19時59分だね。最終日は。最終日のスケジュールはね、また明日決めますね。そう、明日も変わるから、これの通りできないから明日も変える。でも3時間はできると思う。明日もできるし、緊張してきた。そっちが。お昼寝、明日お昼寝しようと思えばできるんじゃない。でも明日はねちょっといろいろしないといけないこと。
今日もこの後しないといけないことあるんだよな。早く寝なきゃなのに、ダンス覚えなきゃ。趣味5時配信、いや5時はしないと思う。5時は多分しないかな、早すぎる。5時5時だったらあれだよ、普通星4時15分だよ早すぎでしょ。あいつらありがとう。ランキングを読むか。13位からランキング読みます。13位、スギリンさんありがとうございます。12位、フォルさんありがとうございます。11位、トワさんありがとうございます。10位、ゼファさんありがとうございます。9位、プー2019さんありがとうございます。8位、クラゲちゃんさんありがとうございます。と7位、星餃子ももさんありがとうございます。6位、井上義弘さんありがとうございます。5位、ゆうとしさんありがとうございます。4位、ラックラックさんありがとうございます。3位、タルボさんありがとうございます。2位、プッチニさんありがとうございます。そして1位が MM ルーんルーレス合ってる合ってるかな、私読み方MM ルーレスさん、ルールズさん、MM ルールズさんか。@岐阜の夜と人生に乾杯さん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう英語苦手だありがとうございました。明日の配信はこれ、明日朝の配信は一緒です、7時から。ちょっとずつ変わってるので、また画像を作って755 Twitter とかインスタストーリーとか載せますね。もうちょっとで切れちゃうかな。最近めっちゃ短かったんだよね、ロスタイム。3時間7秒とかだった。長い時58秒ぐらいあるのに3時間58秒短いかも。じゃあ明日も朝からよろしくお願いします。明日7時からね、明日も。おやすみなさい。また明日。バイバイ。ありがとうございました。おやすみ。おやすみなさい。おやすみ。今日長いな。切れないわ。おやすみなさい。長い今日。